皆さんこんにちは、アートエンディングの代表の西本です。本日は真夏の自宅アンチの注意点ということに関してお話を進めていきたいと思います。今年も暑いですね。去年も暑かったですけど、今年も暑く、こんな暑い真夏にですね、万が一お身内の方がお亡くなりになられたら、結構身内の方はすごいどうしようどうしよう、こんな気温だしって、まあ動揺してしまうと思うんですけども、まずですね、この項目に書いてある一番上のこのエアコンと、エアコンがちゃんとあるかどうか、これがまずですね、まず第一です。もしエアコンがない部屋やない、まあそのご自宅だとしたら、真夏はもうアンチはできません。今の最近の夏の気温を見てると35度とか40度近く行ってしまう。そんな時にエアコンなければもう自宅アンチはもう諦めてください。で、亡くなられた方のお体はもうどん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 真夏はですね、本当にこう体の状態がすぐに悪くなっていってしまうので、もう1日でも真夏の普通の状態のところにですね、アンチするととても、良くない状態になってしまうので、まず必ずですね、エアコンがある、そしてこのエアコンの温度もできる限り一番低い温度設定で、その部屋を、こう下げていただいて、気温を、ね、下げていただいて、そこにご安置をするということ、まずこれが第一になってきます。はい。で、次がですね、濃淡のタイミングということで、まあ、この字の通りで、お棺に納めるこう濃淡というのを、まあなるべく遅いよりは早い方が夏場はいいです。なぜかといったら、お棺ってこう、まあ、空間が、その空間の中でドライアイスとか入ると、まあ、こう冷やされていく、まあ、冷気が溜まっていく形なので、まあ簡単に少し冷蔵庫のような形ですかね、になっていくために、なるべく早めに濃淡をして、でかつ、まあ、移動を自宅からお棺を出すのを、まあ、少し葬儀のタイミング早めにですね、お通夜も早めに、早めに進んで出していく方がいいかなというふうに思われます。まあ、ギリギリまで、こう納棺を待っていて、でそれで当日お通夜当日移動となると、まあ、いろいろと大変なので、まあ、自宅に安置するのは1日安置2日くらいにして、それ以降は、葬儀場の霊安室に移動するという方がいいのかなと思います。で、3番目、こう体調管理、まあ、あまりにもやっぱり暑いので、ただでさえ普通に生活してても大変だなと思うときに、お身内の方が亡くなられて、ご自宅で、その故人様のご遺体があってという状態で、いますと、まあ、お線香をあげるとかいろんな方が来ると思うんですね。で、やっぱ気もすごい使いますし、冷暗室、こうエアコンが効いている部屋はすごい気温が下がっているのに、そこから、まあ、他の部屋行ったりも気温のこう高低差が大きいところに行ったり来たりしたりするわけですね。そうなると、まあ、正直じゃ体調の管理が大変になります。ただでさえ亡くなるまで、本当に熱の晩のような状態で、もう寝ないで看病していて、でかつ亡くなられた後も本当に大変な状態が続いてしまうと、やっぱりこう自分自身の、まあ、体調の管理をするのが難しくなってしまいます。で実際葬儀の時にはもう風邪をひいてしまったら体調が悪くて出れないというようになってしまいかねないので、ご自身の体調の管理、これをしっかり行わなければ、夏のお葬式、ご自宅に安置されたケースでのお葬式というのはとても後悔の残ってしまうものになりかねないので、しっかり自分の体調をコントロールするというのも大事になってきます。で本当にこう、まあ、今日もですね、もう8月に入っているのですごい暑いんですけども、やっぱりこう暑さというのは、とてもこう亡くなられた方のお体、ご遺体にとっては良くない、まあ、本当に天敵のような環境になってくるので、まあ、それをまず第一に配慮した体制で、ご自宅の安置をしていくということを意識しないと、難しいかなと思いますので、まあ、このあたりでまた詳しくもうちょっと聞きたいなという方いらっしゃいましたら、私どもアートエンディングの方にいつでもお問い合わせをいただければ、しっかりと丁寧に説明させていただきますので、
お気軽にお問い合わせいただければなというふうに思います。ありがとうございました。